皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はドキマジョプラスの実況プレイをしていきたいと思います。チアリーディング部所属、魔女容疑者の赤い魔法か。それにしても、若いおなごが並びに並び、プル、タイム、プル、そしてチラチラ、チラ、ウヒヒヒヒヒヒ、たまりませんな。まったく、なんとかならんのか、この親父天使は。しもべよ、しもべ。ところで、あーたの好み、あーたの好みはどの子なのですかね。そんなところで透かした顔などしとらんで、さっさと答えるのですよ。好みって、何の話だよ。ほれ、あそこのチアリーディング部、その中でもひときわ目立っている3人がいるではありませんか。しもべもちょい悪を名乗るくらいなら、ここは男らしくビシッと一発決め込むのですよ。男らしくか。おう、そんなこと言われるまでもね。よし、選んでやろうじゃねえか。そうだな。ラブリーな。そんなの、考えるまでもね。しおちゃん一択だ。他に誰がいるって言うんだよ。あの子を眺めていたら、間違いなく俺は3日間ぐらい眺めているだろうな。いいよ、この熱い視線、届け、この熱い思い。なるほど、しもべの思いとやらはよーくわかったのですよ。ここは一つその願い、その思いを組んで、分業といきましょうか。分業？何を？まず、しもべは心ゆくまで好きなだけあの小娘を眺め続けるがいいのです。ルル様はしもべに代わり、他のおなごすべてをウォッチさせていただくとするですよ。では、おい、ルル様、言っちまった。冗談だったんだけどな。というわけで今回はこの辺で、ドキマジョプラスの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。